どうも、ビヨンです。東京中央銀行、半沢直樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回半沢直樹クイズをやりたいと思います。半沢直樹を見てれば必ず答えられる問題ちょっと考えてきましたんで。ああ、いいですね。もうこれ全問正解してもらってお任せください。はい。第1話で、うん、加納と清田が個人投資をしていたが業績が悪化してしまった会社の名前は、いや、むずい。 A ゼクラーク、 B ベクラーク、 C デクラーク。よし、決めました。 A のゼクラークでお願いします。残念残念、不正解です。不正解。あれ、ピンポンの形だ。正解は、はい、C のデクラーク。あー、そっちか。次の問題。第1話で加納と清田にスパイラルの株を売らせるために、うん、ミカサが最終的に提示した金額はいくら。 A 700億、うん、B 800億、うん、C 900億。元はいくらだったんでしたっけ。それを言ったらもうダメでしょ。くそー。それを言ったらダメでしょ。数字に強い半沢がお答えしましょう。800億でお願いします。残念残念。正解は C の900億。900億。ちょっと待ってください、これ何本くらいあるんですか。次の問題。教えてくれないんだ。セントラル証券に来た東京中央銀行の人事部の人の名前は。ちょっと待ってよ。はいはいはい。A 内山、 B 横山、 C 金山。 A か C だと思うんですけど、 A の内山さんお願いします。残念残念。ほほほ。正解は B の横山。C でも。C でも。次の問題です。第1話で、うん、ミキが消そうとした諸田から伊佐山へ送ったメールの下にあったメールのタイトルは、 A 勤務表入力のお願い、 B 先月分のお取引について、 C 会食のお礼。会食でお願いします。残念残念。正解は、はい、A の勤務表入力のお願いでした。では次の問題。はい。第2話で森山がスパイラルの受付の人に渡したスパイラル買収の防衛策が入った封筒の、はい、封筒のインクがにじんでいた文字はどれ。 A よB すけ、そして C が、はい、さま。はい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 、ようでお願いします。残念もう。正解は C の様でした。いや、分かりますこれ。次の問題いくわよ。まだあるんだ。第3話で、はい、フォックス買収計画書などのファイルを移したクラウドの隠し部屋の花の上にあったフォルダの名前は。花の上にあったフォルダ。A 星、はい、B 山、 C 森。あ、ちょっと待ってください。これは皆さんが、半沢直樹マニアの方はこれを見たら、あ、はいはいってなるんですか。いや、マニアの人は多分なるんじゃないでしょうね。じゃあ僕はマニアじゃないんですか。森でお願いします。残念残念。正解は B の山よ。第3話で森山が以前調べていた
電脳伝説の資料の会社概要で、はい、電脳伝説の従業員数は約何名になっているか。 A 約400名、はい、B 約500名、 C 約600名。600名でお願いします。残念残念、正解は B の約500名でした。そっちか。では次の問題。第3話で高坂が半沢のパソコンの画面をハックする前にディスプレイに映っていたスパイラルのサイトのレディー K の占い館で今月の運勢が最下位だった星座は、もう分からない。 A ヤギ座、 B サソリ座、 C 双子座。さあお答えください。12位でしたね。もう何が何だか。双子座でいきましょう。ピンポン。これはピンポン。お見事、よく見てますね。いやいやいや半沢さん、さすが。いやいやいや、素晴らしい。いやいや素晴らしい。ちょっとモノマネできなくなって乱れすぎている。心が乱れすぎています。